日本海軍が共同で実施したレーテ、増援輸送作戦のこと。主な揚陸地の名を取りオルモック輸送作戦とも呼ばれる。1944年10月末から12月上旬まで、レーテ島地上戦に伴うレーテ島西岸、オルモックへの増援部隊輸送を第1次から第9次作戦まで繰り返された。第10次作戦も予定していたが、12月15日の 連合軍ミンドロ島上陸に伴うミンドロ島、地上戦の正規により、多合作戦は中止された。1944年10月17日、連合軍は、レーテ湾に集結して、上陸作戦を開始、フィリピンの戦いにおける、レーテ島地上戦が始まる。日本軍は、早い一号作戦を発動し、日本海軍は、連合艦隊の大部分を投入したが大損害を、 受けた。一方、台湾沖航空船で日本海軍が発表した大戦火を信じた日本陸軍は従来のルソン島地上決戦の方針を転換し、冷手島地上決戦に切り替えた。日本陸軍は海上決戦に期待しておらず、独力で冷手地上決戦を進めることにした。10月27日、昭和天皇は 第4航空軍の奮闘を褒めるとともに、地上戦で、連合軍を撃滅しなければ勝ったとは言えないと強調した。レーテ島への最初の増援輸送は、第35軍が10月19日に発動した鈴2号作戦に、伴い、第16戦隊司令官、サコイン・ナオ海軍中将の指揮で行われた。だが、 作戦開始前の10月23日に、マニラ沖合で、従順洋艦アオバが、アメリカ軍潜水艦の雷撃で大破する。残る2隻、駆逐艦浦波という総艦5隻による、第2遊撃部隊警戒部隊は、ミンダナオ島カガヤンから、レーテ島西岸オルモックへの増援作戦を行う。輸送部隊は10月26日朝に到着、揚陸に成功した。だが、キロで、 アメリカ軍機動部隊艦再起の攻撃を受け、絹と裏波が沈没した。また絹救援のため派遣された、駆逐艦白縫いも空襲で撃沈された。10月29日、南西方面艦隊によりデーテ島、増援輸送作戦多合作戦が発動される。この計画は、第2次と第3次作戦からなり、10月下旬から11月上旬までに、実施。 レーテ島のアメリカ軍飛行場が本格始動する前に速やかに輸送作戦を行うことを考えていた。なお多合作戦発動前にレーテ増援第一陣として第16戦隊司令官が鈴合作戦に伴う増援作戦をすでに行っており、林合作戦を多合作戦の第一次作戦とする場合もある。本作戦では通常の輸送船の他に 適正空域検下での輸送作戦を前提とした第1号型輸送艦と第101号型輸送艦が集中投入された日本海軍は多号作戦の援護に第5艦隊司令長官島清秀中将を指揮官とする第2遊撃部隊を投入した。本作戦のため第2艦隊や第1機動艦隊から駆逐艦を第2遊撃部隊に編入した。 第5艦隊機下の第1水雷戦隊司令官、木村正富少将指揮下で行われた第2次作戦では、11月1日から2日にかけて、第1師団のレーテトールモックへの輸送を呼び、揚陸に成功した。被害は輸送船一石沈没だった。多号作戦実施中の11月1日、南西方面艦隊司令長官は、三河軍一中将から、 大川内伝七中将に交代する。11月4日に改めて第3次作戦から第7次作戦までが発令された。この計画では第3次作戦で主に兵坦部隊を第4次作戦で第26師団を輸送し第5次作戦以降は第68旅団を輸送する計画だった。作戦準備中の11月5日マニラ空襲で 従順洋艦なチが沈没、第二次輸送に参加した、駆逐艦二隻が損傷する。準備の関係から第四次作戦が先に行われ、11月9日、夕国にオルモック湾に到着したが、大発動艇が揃わず揚陸作業に難航、自認の輸送のみ実施した。空襲により、有速輸送船二隻と、解剖艦一隻が沈没した。 第3次作戦は11月11日に、オルモック湾で、アメリカ軍機動部隊艦載機の猛攻を受け、駆逐艦朝島を除いて全滅する。第2水雷戦隊司令官、早川三夫少将も、機関島風沈没時に戦死した。冷手島への補給は断絶し、上陸した部隊も、弾薬、糧食の不足に苦しんだ。そこで、第5次以降は、 軍需品の輸送に切り替えられた。作戦準備中の11月13日と14日、アメリカ軍機動部隊によるマニラ空襲でマニラ在泊中の艦船は大打撃を受ける。多合作戦部隊の軽重二洋艦基礎と駆逐艦四隻が沈没、大破着底する。この被害により、第二次から四次作戦で護衛部隊の主力を担った第一水雷戦隊と 第2水雷戦隊の残余はマニラから撤収した。日本軍は残存する松型駆逐艦、六月型駆逐艦、第1号型輸送艦、第101号型輸送艦、苦戦艇を主力として多号作戦を続行した。投入可能輸送船はマニラ空襲で全て沈没し、駆逐艦、輸送艦、機動艇、大発動艇、 海上トラックしか手段がなくなっていたのである。この事態に陸軍潜水艦が丸湯の0手輸送作戦に投入された。海軍側の公表敵も少数艇が偵察や襲撃を続けた。第3次輸送船団の全滅前、大本営は第23師団、第10師団、第19師団を0手地上戦に投入することを起としていた。 第23師団は11月末頃、第10師団は12月上旬、第19師団は12月下旬以降、現地に進出する計画であった。第23師団は非81戦団で、フィリピンへ移動中、11月15日から17日にかけて、アメリカ軍潜水艦に襲撃され、大損害を受ける。0手地上決戦継続は、不可能となったが、 大本命は、冷手決戦と増援作戦を続行した。11月23日以降の第5次作戦は、第1停団、第2停団とも空襲を受けて失敗した。25日には、アメリカ軍機動部隊艦再起の空襲で、軽巡洋艦80等と重巡洋艦熊野が沈没した。同時期のアメリカ海軍機動部隊も長期間の行動による疲労と、 日本軍特別攻撃隊による損害に悩まされて、おり、補給と休養のために交代する。連合軍は、航空攻撃とともに魚雷艇や水雷戦隊を投入し、日本軍を迎撃した。第6次作戦は、陸軍輸送船2隻と護衛艦艇3隻をもって、実施され、一部揚陸に成功するも船団は、キロで全滅した。第7次作戦は、 機動艇5隻、輸送艦3隻、駆逐艦2隻を持って行われた。連合軍水雷戦隊の迎撃により、日本側は駆逐艦層を失う。だが竹がアメリカ軍駆逐艦クーパーを撃沈し、輸送作戦は成功した。多号作戦の部分的成功により、日本軍はレーテ決戦続行への希望をつないだ。12月7日にアメリカ軍はレーテ島 オルモック南部に部隊を上陸させ、オルモック市内を目指した。そのため、第68旅団主力を輸送する第8次作戦は、揚陸地をオルモック北方のサンイシド泥に変更する。陸兵の揚陸には成功したが、軍需品の揚陸は失敗した。輸送船も全滅状態になった。第9次作戦では、オルモック陸上船の中を強行揚陸という形となった。 空襲、魚雷艇襲撃、地上放火で、駆逐艦2隻、輸送船2隻、輸送艦1隻を喪失した。第十次作戦も、結合作戦として計画されていたが、12月13日に、ルソン島へ向かうアメリカ軍の上陸部隊が、発見された。情勢の急転により、第14方面軍は輸送予定部隊を、ルソン島に配備した。14日には、海軍側も、 第十次作戦の中止を決定し、ここに多豪作戦は終了した。レーテ島に取り残された日本陸軍は、自給作戦に転じた。12月31日府で多豪作戦部隊は、編成を解かれた。レーテ沖海戦と本作戦による大損害により、日本海軍の水上部隊は、機能を失った。また、フィリピン方面の日本陸軍も精鋭部隊を消耗し、 第23次第の被害も相上して、ルソン島地上戦に重大な支障を与えた。1944年10月16日、及川小四郎軍令部総長は、昭和天皇に台湾沖航空船の戦火合計を相上、航空母艦だけで、轟き撃沈10隻、火災炎上6隻という大戦火であった。フィリピン方面の日本陸軍は、 海軍の戦火発表を疑問視する向きもあったが、日本陸海軍の大部分や国民は、久しぶりの大戦火に熱狂した。同日午前中、日本軍作敵機が、台湾東方430海里に空母7隻を、機関とする、機動部隊を発見、大本営海軍部に同様が走った。日本海軍が、台湾沖航空船の戦火判断を、 空母4隻撃破程度と修正するのには相当の時間を要し、この間にアメリカ軍はレーテ島に来週、レーテ島地上戦が始まった。10月17日、アメリカ軍を主力とする連合軍の大艦隊がフィリピン中部のレーテ湾周辺に集結。間もなく、レーテ島及び周辺への上陸作戦を開始した。連合艦隊は横浜市の日吉司令部から対応を指示する。 連合艦隊の作戦指導の骨子は以下のようなものだった。また神風特別攻撃隊や水上特攻部隊、信用の編成と準備も始まっていた。10月18日、日本軍は早一号作戦を発動する。日本軍の地上部隊は南方軍霊下の第14方面軍、第14方面軍霊下の第35軍と第16師団を基幹とする。 台湾沖航空戦以前、日本陸軍は、フィリピン方面の決戦において、地上決戦は、ルソン島で、中央、南部方面では、航空攻撃を行う方針であった。だが、台湾沖航空戦で、日本海軍が主張する大戦果に基づき、大本営陸軍部は、レーテ島地上決戦に踏み切る。戦局を楽観視していた、南方軍も、 大本営の移行により霊手増援の方針に転換する。ルソン島決戦方針のもとに準備を進めてきた山下大将は不同意であったが上級司令部からの命令で同意した。大本営の指導により寺内敏一元帥は山下大将と富永教授中将に対し10月22日に 第14方面軍破壊空軍と協力しセールヘク、大野区の兵力をもって、レーテ島に来航せる敵を撃滅、スヘシと命令した。日本陸軍が描いていた、レーテ島地上決戦の骨子は、ルソン島の第26師団、上海からフィリピンへ進出中の第1師団、台湾所在の第68旅団を、レーテ島に急速増援し、 レーテ島の第16師団と共に上陸した敵部隊を一挙に撃滅しようというものだった。南方軍はたまたま魔皇市に到着した第二遊撃部隊に第68旅団の増援輸送を期待していた。日本海軍はレーテ島に連合軍の航空基地が完成すると、制空権の喪失によりルソン島地上決戦は成立しないと考えており、 レーテ島地上決戦に賛成だった。10月19日、フィリピン中南部の防衛を担当する日本陸軍第35軍は、南方軍と第14方面軍の加齢により鈴2号作戦を発動した。林号作戦は、敵主力の上陸地点に応じて、兵力を重点地区に海上起動し、当面の敵を撃滅するという作戦である。鈴1号作戦は、 ミンダナオ島ダバオに上陸した場合、鈴2号作戦は、レーテ方面上陸を想定している。鈴2号作戦は、第16戦隊司令官、サコイ・ナオ海軍中将指揮下の官邸で、実施された。10月26日午前中、大本営海軍部で、及川小四郎軍令部総長、与内三政海軍大臣、井上成海海軍次官などが出席し、 今後の方針について検討を行った。連合艦隊からの報告では、レーテ沖海戦の戦火は、第一ル撃部隊は、レーテ突入と、敵攻略部隊撃滅を断念。一方で、敵機動部隊に通打を与えたが、連合艦隊の被害も少なくないというものだった。大本営発表の戦火発表は、連合軍艦艇撃沈。 空母8隻、巡洋艦3隻、駆逐艦2隻、輸送船4以上、撃破、空母7隻、戦艦一隻、巡洋艦2隻、撃墜約500機、日本軍損害沈没、空母1隻、巡洋艦2隻、駆逐艦2隻、損傷、空母1隻中破、未期間126機で、31日に追加で、撃沈、巡洋艦1、駆逐艦2、撃破、 空母2、巡洋艦、または、駆逐艦3である。同日、大本英陸軍部、海軍部の作戦会議が開かれた。先に行われた、台湾沖航空船の戦火報告も踏まえ、アメリカ軍の空母40隻を、撃沈派と認識、残存兵力は、正規空母3、巡洋艦改造空母3、特設航空母艦10、戦艦10程度という判断を下す。 今後の作戦では特攻兵器による必死必殺の戦法を主力とすることになった。また、連合軍艦隊への攻撃を続行するとともに、日本陸軍地上兵団のレーテ増援輸送を支援することを決めた。連合軍の航空兵力が大幅に弱体化した厳選局しか正機はないと判断したのである。ただし、大本英陸軍部、 海軍部とも、霊的地上戦は、容易に勝利できると判断しており、すでに、諸大統奪還を視野に入れていた。梅津参謀総長の上層に対し、昭和天皇は、地上戦で敵を撃滅しなければ勝ったことにならない。いまいち息であるから第一戦を激励せよと指導した。10月27日午前11時、第14方面軍は、第一師団。 第26師団、第68旅団の冷ーテ投入と、同等決戦を発令した。同日夕刻、連合艦隊は、連合艦隊機密、第27万1715番電、連合艦隊電令策、第392号で、冷ーテ決戦に関する連合艦隊の、基本命令を出す。以上の基本命令により、南西方面艦隊司令長官三河軍一、 中将は、南方軍と共同。航空作戦を第1連合基地航空部隊、0手増援陸軍部隊の護衛を、第2遊撃部隊、1連の作戦支援を、潜水艦部隊と第1遊撃部隊が担当する。また、連合艦隊は、0手増援船団の支援として、第1遊撃部隊所属の、第31駆逐隊を27日付で、また、 1> 第1遊撃部隊の第2水雷戦隊を28日付で、それぞれ、第2遊撃部隊に編入した。この措置により、第2水雷戦隊は帰還島風、第2駆逐隊、第31駆逐隊、第32駆逐隊以下すべての艦艇が、第2遊撃部隊に所属することになった。第3艦隊からは、秋月型駆逐艦で編成された第41駆逐隊と、 第61駆逐隊が編入されたが、稼働艦は2隻だけだった。10月29日、海軍側の最高責任者たる、三河軍一南西方面艦隊司令長官は、0手増援輸送実施計画を発令、一連の増援輸送作戦を多合作戦と呼称し、海陸空軍の緊密なる協力の下に敵が、0手島方面航空基地を、 全幅活用し得ざる以前に終了する直番なのを、廃止迅速に輸送を強行すと述べた。だが、霊手島の戦局は、日本軍の予想以上に悪化しつつあった。太地の艦船名は、作戦中の喪失を表す。第一次輸送重巡洋艦青葉、軽巡洋艦絹、軽巡洋艦北上、駆逐艦浦並で編成された第16戦隊は、 複雑な経緯でレーテオ機戦及びリン作戦に臨んだ。まず第16戦隊は戦時編成において南西方面艦隊に所属するが、都市号作戦時の兵力部署は第1遊撃部隊の第4部隊でリンガ白地で栗田艦隊各艦と共に訓練に従事していた。10月18日朝、連合艦隊司令部は第16戦隊を 第2遊撃部隊に編入し、同時に第2遊撃部隊を三河中将の指揮下に入れた。連合艦隊は第2遊撃部隊を海上機動反撃作戦に投入する意図を持ち、第2遊撃部隊はマニラへの進出を命じられた。当時、第16戦隊は第1遊撃部隊と共に輪画白地を出動、ブルネーに向けて移動中であった。ところが、三河中将は、 南方軍総司令部の海上機動計画が確定していないのを見て、第2遊撃部隊は、魔法方面で、第16戦隊は、ブルネイ湾で待機するよう命じた。10月19日正午、連合艦隊司令部は、三河中将式の海上機動反撃作戦の準備が遅れる場合は、第2遊撃部隊を、小沢機動部隊の指揮下に復帰させる予定を通知した。同日、 南方軍総司令部の冷手テ島陸兵、増援計画が具体化する。ビサヤ地区から2個、大体2000名を、冷手テ島に輸送するという案だった。冷手テ島東側に逆上陸するか、冷手テ島西岸に揚陸するか、判断を迫られた三河中将は後者に決定し、陸兵輸送は、第16戦隊と輸送艦2隻程度で可能と、報じた。 三河中将の報告に対し、連合艦隊司令部は、第二遊撃部隊を、三河中将の指揮下で作戦に従事させる旨を伝えた。10月20日朝、第二遊撃部隊は、ホコレッ列島魔高市に到着する。同日正午、第16戦隊は、第一遊撃部隊と共に、ブルネーに入港した。同日夕刻島中将は、 第16戦隊を海上機動反撃作戦に従事させ、本隊は栗田艦隊と共に、霊テ湾に突入したいと意見武進する。ちょうどこの時、南方軍総司令部は、台湾所在の第68旅団をフィリピンに輸送するよう命じられており、大本営陸軍部を通じて、第2遊撃部隊に第68旅団の海上輸送を要請した。 南方軍の要請を知った、西尾秀彦南西方面艦隊参謀長は、大本営海軍部に対し、第二遊撃部隊は援護決戦兵力として、使用するのが妥当。南方軍の要請は、客って戦機を、出する恐れ大に、して適当ならずと試行すと意見ぐしにした。大本営海軍部と陸軍部が協議した、結果、第二遊撃部隊の、 第68旅団輸送は中止となった。10月21日、草加龍之助連合艦隊参謀長は、第2遊撃部隊の0手1突入を認めた。同日1600、第2遊撃部隊は、マコを出撃、ルソン島西岸を南下した。この間、第2航空艦隊の基地物件を台湾からフィリピンに輸送するため、 1> 第1水雷戦隊の第21駆逐隊を分派。この後、第21駆逐隊は、する会で空襲を受け若葉を喪失した。三河中将が、第2遊撃部隊のすり顔海峡を経由、0手腕突入を正式に命じたのは23日午前10時の、南西方面艦隊伝令作、第687号、第2遊撃部隊本大派指揮官に所定に、 イリコード X 比、黎明、スリガオ海峡突破、0.1に突入第一遊撃部隊の作戦に、作王道方面所在的攻略部隊を撃滅、するとともに関節に、警戒部隊を援助すべし、警戒部隊派伝霊作、第684号にイリコード陸軍部隊の、輸送用陸に人数べしだったが、島中条は、0.1突入を確信して、すでに行動中であった。 以後の第二遊撃部隊のすり顔海峡における戦闘は省略する。最終的に、霊テ島への増援第一陣は、鈴見豪作戦に伴う日本陸軍第35、軍の兵力、すなわち、民オをカガヤンからの2個、大体、2000名強と決まった。また、ビサヤ地区の第102団を陸軍集定部隊と応援の海軍集定隊で、 海上輸送することになった。22日午後、南西方面艦隊司令長官、三河軍一中将は、第16戦隊司令官、佐古イ直ナ中将に、16戦隊3隻と輸送艦5隻による陸兵輸送任務を命じた。NSB 伝令作、第684号は、以下の通り、佐コン城中将時期卒の各艦は、 第二遊撃部隊警戒部隊と呼ばれていたが、兵力は分散していた。22日時点で、サコンジ艦ー指期卒の第16戦隊は、前日にブルネーを出発し、23日マニラ機の予定で、南シナ海を北上中だった。第6号、第101号、第102号輸送艦は、マニラ湾方面にあった。第9号、第10号輸送艦は、 公表敵をセブ島の第33特別根拠地帯に輸送する任務についていた。10月23日4時45分のマニラ入港直前、アオバはアメリカ潜水艦ブリームの魚雷攻撃を受けて大破、航行不能になる。第16戦隊司令官は洋上で機関をアオバから絹に変更した。 キムはアオバをマニラまで栄光、アオバはそのまま同時に留まった。10月24日午前7時、第16戦隊はマニラを出撃したが、昼頃まで断続的に空襲を受け若干の被害を被った。同日夜、日本陸軍第35軍の陸兵約500名が、規範船3隻で、セブ島から、レーテ島へ向かったが、1隻が沈没した。 10月25日8時30分から正午頃まで、第16戦隊は、ミンダナオ島とネグロス島の間で、B、B-24 爆撃機の空襲を受けた。キムは、資金弾で、通信機が故障したが、航海には、問題なかった。1602隻は、ミンダナオ島カガヤンに到着した。これより、前、第1輸送隊と第2輸送隊にも、 カガヤンからオルモックへの兵員輸送が命ぜられており、こちらはすでに陸兵を乗せ25日朝に、カガヤンを出港、オルモックに向かっていた。第16戦隊も直ちにカガヤンで、陸兵約700名と物資を搭載し、17時30分にオルモックへ向けて出港した。翌10月26日黎明、それぞれオルモックに到着し兵員を擁陸する。 第16戦隊は5時0分にオルモックを出発し、マニラに向かった。続いて出発した第1輸送隊もマニラに向かい、残る第2輸送隊は次の輸送任務のため、ビサヤ地区に向かった。マニラに向け帰島中の第16戦隊パナイ島北東端付近を航行中の同日10時15分頃からアメリカ軍空母艦載機の攻撃を受ける。これは、 トーマス・スプレーグ少将の第77.4任務部隊で海戦や神風特攻隊の攻撃で沈没艦や損傷艦を出した者の健の在空母約10隻を要しておりまだ十分な戦力を保持していた。浦波は12時24分に沈没。絹も、光なりと飛弾により昼頃には航行不能となり17時30分に沈没した。左近城中将は 輸送艦1号に救助された後、27日に、マニラで青葉に、正気を掲げた。この頃、第二遊撃部隊は、主体が、コロン湾ンに、駆逐艦3隻がマニラにあった。浦波沈没、キム高校不の音の速報により、白縫いが救援のため出動する。だがキムはすでに沈没しており、白縫いは帰還中の27日に、セミララ島で空襲を受け、 駆逐艦早島座小地点のすぐそばで撃沈された。白縫と同様に、早島座小地点の側で、駆逐艦藤波も撃沈された。なお、絹公会長によれば、白縫は26日午後6時30分ごろ、絹生存者の目の前で空襲を受けごうちにしたと、改装している。救助された絹公会長は、松形駆逐艦竹の臨時艦長に任命された。 第2次輸送ビサヤ地区に向かっていた第2位輸送隊の輸送艦第101号にはボホール島タガビララインからまた102号にはネグロス島バコロドからオルモックへの兵員輸送がそれぞれ新たに命ぜられたこれは鈴2号作戦に伴う第35軍の第102師団輸送任務である第102号輸送艦はバコロドへ向かう途中で敵機の攻撃により沈没した 101号は陸兵を乗せ10月26日深夜に、タガビララインを出発した。途中の空襲で、艦長、航海長が重傷を負ったがそのままオルモックに向かう。28日早朝に揚陸は成功したが、揚陸中に敵機約80機の空襲を受け沈没した。多合作戦生式発動第二遊撃部隊は10月27日に、知らぬ予想室する一方、 輸送作戦に備えて兵力の増強を受けた。第1遊撃部隊より第2水雷戦隊、第3艦隊より第10戦隊の第41駆逐隊と第61駆逐隊が加わった。だが10月中にマニラに到着したのは沖並みのみ。編入された秋月型駆逐艦も両月と冬月は修理中のため、可動艦は2隻だけだった。 南西方面艦隊は、霊テ島増援作戦を多合作戦と命名し、この第二次輸送から本格的な作戦が始まった。第三戦団独立即射砲、大隊一個師団と武器弾薬、両食などを積み10月28日マニラを出港。途中3カ所で可白し10月30日に、オルモック到着、揚陸は成功した。きっとに、 B-24 の爆撃を受けて、航行不能となり、第2次輸送部隊から救援に駆けつけた第9号輸送艦と、駆逐艦2隻に救援される。栄光されて、マニラに寄港した。第4戦団第1艇団は、第1号型輸送艦3隻が、第26師団の先見部隊、今堀り隊を輸送する。10月31日、マニラを出港した。 味方直演機の支援を受けつつ進撃する。11月1日14時15分にオルモックに到着した。1415には、揚陸を終了し、マニラへ向け出発する。輸送艦第10号、6号は2日午後に帰着した。輸送任務終了後、9号輸送艦は、セブ島に立ち寄り、第35軍司令部と、陸兵100名を乗せ、 第2次輸送部隊を陸中に、オルモックに到着した。マニラまでは工術の第2次輸送部隊に組み込まれ、帰着した。第35軍司令部のレーテ進出により、第33特別根拠地帯司令官の原田里氏、海軍少将が、セブトー陸海軍の指揮を取ることになった。玉戦団日本陸軍のレーテ輸送作戦はなかなか、決まらず第一手段、第1師団。 第26師団の0手派遣と、第35軍司令官指揮下編入、第1師団の0手突入戦闘決定と、マニラ到着はいずれも10月27日であった。第1師団は輸送船4隻に分乗し、特設護衛船団司令官、松山幸治少将指揮下の解剖官4隻に、護衛されて到着した。第2次多号作戦は、 この輸送船4隻をマニラからオルモックに輸送する作戦である。日本陸軍航空隊は船団直演を担当、海軍航空隊は白地援後、魚雷艇相当、間接護衛を担当する。この第2次輸送作戦に日本軍は絶大の期待を寄せていた。10月29日にマニラを出発予定だったが、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて、 第2遊撃部隊の機関の地が損傷した。10月30日の出発予定も、諸事情により延期された。第1師団は、海難事故に備えて、軍機3機を上海に残しており、第4航空軍の第7輸送飛行隊で軍機をマニラへ空輸した。連合軍は、B、B-24 重爆で、日本軍拠点を空襲しつつ、レーテ島の飛行場整備を進めていた。 10月31日、及川小四郎軍令部総長は、昭和天皇に第一師団輸送計画について、総上する。連合軍の戦闘機、魚雷艇、水上艦艇出現の兆候に対し、第二遊撃部隊だけでなく、公表敵や水上機部隊も投入して、作戦を支援すると述べ、各種の手段を突きして本作戦の成功を、期していりますと結んでいる。 同日8時0分、玉船団は、マニラを出港。陸軍徴用の有速船4隻を、第一水雷船隊司令官、木村正富少将指揮下の警戒部隊6隻、第7護衛船団司令官、松山浩二少将指揮下の護衛部隊4隻が、護衛する。また第4船団の輸送艦3隻も同時に、マニラを出撃した。玉船団は、日本陸軍機に、 援護されて進撃。11月1日、空襲にあったが被害なく、18時30分、オルモックに到着、19時0分より揚陸を開始した。富永は、第四航空軍司令拝命時に、陸軍中央から期待されていた通り、地上軍との連携を重視しており、輸送船団の護衛任務にでき得る限りの戦闘機を投入していた。富永は、 戦団護衛と同時に、アメリカ軍機による空襲を牽制するため、一式戦闘機と九十九式総発系爆撃機に多弾を装備させて、レーテ島内のアメリカ軍飛行場を爆撃させ、地上で相当数の航空機を撃破した。戦団護衛は、戦闘機体が定期的に交代しつつ、常に十数機が戦団上空に張り付いているといった手厚いもので、途中で、 B-24 や P-38 の来襲があったが、護衛戦闘機がその都度数機を撃墜して撃退している。同日の日没は18時13分、月齢は14.9。潮積の緩慢差が大きく、揚陸には約24時間かかる見通しだった。翌11月2日は、改正で朝から連合軍機の連続空襲を受ける。 味方戦闘機の護衛もあり被害はなかった。正午頃より来週機数が増え、直江戦闘機体は P-38 に妨害されて B-24 の爆撃を阻止できなくなった。13時5分、B-24 型重爆24機などの攻撃を受けた。駆逐艦が展開した円幕から外れたノトマ丸は爆撃を受け沈没した。 ただし、ノトマルは馬32頭と若干の弾薬を、除く90%の揚陸を終わっており、他の船も、最終的に金貨、金マ丸97.5%、カッシータカ高津丸は100%の揚二率を上げ、輸送作戦はほぼ成功した。キロ、三隻は、第131号輸送艦救援のため分離した。11月4日、部隊は、マニラに帰島した。 日本陸軍機の総出動機数142、未期間に、大破1、撃墜8、撃破2、飛行場炎上5カ所と記録されている。第一師団は11月4日に、リモン峠においてオルモックへ南下するアメリカ陸軍の第24師団と遭遇し、12月末まで激戦を繰り広げた。玉戦団が、作戦中の10月30日、及川軍令部総長は、 豊田連合艦隊長官に対し、1連合艦隊司令長官派第1輸送戦隊を、して第68旅団の人東方面作戦輸送を、実施すべし、2キールンニオテ陸軍 SS 艇5隻を第1輸送戦隊司令官の指揮下にいるという指示を与えた。11月1日、南西方面艦隊司令長官は、三河軍一中将から、大川内田七中将に交代。 大川内中将は、第13航空艦隊司令長官と、第3南図い艦隊司令長官を兼務した。同日、軍令部次長、伊藤誠一中将、軍令部第1課長、山本近尾少将、航空担当元、多術大佐は、クラーク基地に到着し、現地部隊と打ち合わせを行った。11月4日、南西方面艦隊は、 第3次から第7次までの輸送作戦実施計画を発令した。第3次輸送部隊と第4次輸送部隊は11月6日のマニラ出撃を予定していた。11月5日午前1時半、孫孫中の従順洋艦2隻はまた31、船団を護衛してマニラを出港した。日の出後、アメリカ軍第38任務部隊艦載機のベ600機が、 ルソン島に襲来、マニラとクラーク地区を空襲する。マニラ湾では、第5艦隊機関ナチが沈没する。多合作戦十字中の駆逐艦アケボの沖波が損傷した。島清秀中将など、第5艦隊司令部は、前日より、マニラ陸上の南西方面艦隊司令部を、訪問しており、無事だった。クラーク地区では、海軍戦闘機が溶撃するが、 味方機の損害は、未機関機32を含め80機に達した。陸軍航空隊は、未機関3、炎上13、大中波13で、地上大気中の輸送機や爆撃機の損害も多かった。11月6日、アメリカ軍機動部隊艦載機は再び、ルソン島を襲撃したが、マニラ方面の艦船の被害は、ほとんどなかった。一連の空戦空襲により、 航空隊の損害は、空中戦、地上大気中被害とも甚大で、フィリピン各地の日本陸軍航空隊にも限界が見え始めた。第3次輸送部隊、第4次輸送部隊は同日マニラを出撃予定だったが、出撃できなかった。一連の空襲により、輸送計画に遅延が生じた。日本側の作敵機は3軍に分かれたアメリカ軍機動部隊を発見。 南西方面部隊は、敵機動部隊は、空母約15隻と報じ、続いて、機密第06743番電で以下の、状況判断を報告した。軍令部出張班は11月7日に、マニラを出発する。天候不良のため台湾と九州を経由し、9日に、帰京、翌10日に軍令部作戦室で現地の状況を、説明した。一方、現地では、 第14方面軍が南方軍に第26師団のレーテ派遣中止を進言していた。南方軍は進言を却下したが、7日の輸送部隊マニラ出撃は延期された。どうなのか、連合艦隊司令部は11日を期し、航空総攻撃のもと、第1栄撃部隊のレーテ突入とともに、第3次、第4次増援を強行するの案を通知した。 現地陸海軍部隊は、第四次輸送部隊を8日に、第三次輸送部隊は、第四次輸送部隊のマニラ帰着後に出発させることに、決する。計画では、軍需品の輸送を担当するはずだった第四次輸送部隊は、第26師団主力の輸送を担うことになった。同日、及川軍令部総長は、昭和天皇への選挙創上の中で、 1> 第1水雷戦隊司令官の指揮する駆逐艦6隻、解剖艦4隻及び輸送船3隻より、聖・リマスル多号作戦第4次輸送部隊派第26、師団主力を上官せしめ本日、マニラ出港明日午後、オルモックに突入松室予定でギョザ、いますと説明した。B-25 の空襲を受ける、解剖艦第11号第3次作戦より先に、 実行された。そのため本項目も先に記す。第26師団主力を輸送船3隻で輸送。この3隻と、解剖艦4隻は、第2次輸送部隊に参加した艦艇である。第1水雷戦隊司令官木村正富少将の指揮下、駆逐艦6隻と、解剖艦4隻に護衛された第4次輸送部隊は、11月8日、午前マニラを出港する。 第一師団の残余を乗せた第四戦団は、有国マニラを出撃した。パラオ方面に発生した、熱帯低気圧がフィリピンに接近しており、天候は悪化しつつあった。同日、豊田連合艦隊司令長官は、第エ栄撃部隊指揮官、栗田武雄第二艦隊司令長官に、第エ栄撃部隊の隊部を、立位第三次輸送戦団の白地入りパクに作応、する海また ミンダナを海方面に、進出輸送船団の間接護衛に、人数と、加齢した。栗田艦隊は2日前に入港した、空母巡洋から、弾薬の補給を受けていた。第1遊撃部隊は8日未明に、ブルネを出撃し、翌日には、スルー海に進出した。レータを機械船での損害が大きかった、従巡洋艦トネは、巡洋隊に同行し、マニラに向かった。 この日に第四航空軍が5駅として準備できたのは飛行第200戦隊の4式戦闘機、疾風わずか8機であり、しかも途中からは、両機の7機とはぐれてしまった、キラ・カツアキ早朝機1機となってしまった。キラ機は途中で酸素ボンベが破裂してしまったため高度を下げるため、降下していると、そこで戦断を攻撃に来た p、p 3 8 0数機と8合わせになり、 キラキは短期で十数機の P-38 から戦断を守ることとなった。しかし、経験豊富なキラは P-38 が航空では有速で手強いが、低空では旋回性能が劣るために戦いやすいことを熟知しており、低空の空戦に持ち込んで2機を返り討ちにして見事に戦断を守りきり、第26師団の兵員は無事に、 レー島に上陸できた。司令官の富永教授中将は、輸送船団に乗船していた部隊から、この報告を聞くと、とても喜んで、すぐに、キラを、司令部に呼んで、自ら面談し、船団前で、敵銃数機と、短機よく戦い、二機を撃墜、友軍の士気を高めること大であった。キラ、よくやった。ただいまより、順位に進級させると熱く語りかけ、 すぐさま青鉛筆でカ、カクたる武勲を称し、特に順位に進級せしむという階級の特進状を書いて、キラを感激させている11月9日、第4次輸送部隊は、オルモック湾港で空襲を受けた。被害は輸送船2隻昇破で、18時15分に、オルモック機、揚陸を開始した。30分後には、第4戦団の輸送艦3隻もオルモックに到着した。 ところが、オルモックはすでに、アメリカ軍重砲隊の射程に入っており、船団は沖合に停泊せざるを得なかった。さらに事前に用意していた50隻以上のダイハツは、台風の高波で多くが砂に渦漏れ、揚陸には5隻しか使用できなかった。高津丸搭載のダイハツも空襲による損傷で、使えなくなっており、揚陸作業は難航する。そこで、 喫水の浅い解剖艦を大発動艇の代わりに使用した。また、揚陸作戦には、セブ島の大発動艇部隊が協力していたが、第四次輸送部隊揚陸日には、抜け兵団海上機動任務のためセブ島に帰って分散しており、一部しか協力できなかった。 翌11月10日午前10時30分頃、第4次輸送部隊は揚陸作業を打ち切り、マニラに向け出港した。人員はすべて揚陸したが、兵器弾薬などの揚陸は若干にとどまった。第26師団は装備の欠乏と量職の不足に悩まされ、最終的にレーテ島上陸部隊は壊滅したとみられる。 第4次輸送部隊は出航直後、オルモック湾で B-25 爆撃機35機の空襲を受け、高津丸とカシー丸が沈没、解剖艦11号が航行不能のため味方により処分される。また金華丸と駆逐艦収葬が損傷した。キロで第3次輸送部隊とすれ違う時に4次部隊の駆逐艦3隻と3次部隊の駆逐艦2隻を入れ替えた。 第4次輸送部隊は11日夜にマニラへ戻った。陸軍航空隊は延べ42機が出動し、13機を喪失。第2飛行士団の出動可能機は、戦闘機19、襲撃機5、総計3、司カササダ6に減少。有国飛行第54戦隊の増援11機が到着した。第4戦団第1士団の残員。 約1000名を乗せて11月8日夕刻にマニラを出港。9日18時30分にオルモックへ到着した。空襲を受ける駆逐艦、シマフー。魚雷発射艦が横を向いており、投棄された後であることがわかる。またすでに速力も低下している。炎上し、沈没寸前の駆逐艦、若月。量食、弾薬など6000トン、兵隊部隊及び、 第26師団の一部を輸送する。計画では、第4次輸送部隊が、マニラ機構後に出港する予定だったが、フィリピン周辺の天気予報は悪天候が続き、連合軍側は、航空機の攻撃ができないと予想された。南西方面艦隊司令部は、8日、菱間中部東方海面に出現せる低気圧の影響及び、 目下的機動部隊飛島よりリカクセルさんをあること波みに、第一遊撃部隊出動の後期を利用するためと報告している。大本営海軍部も通信情報に、入れ場後、6日飛島に来週接種的機動部隊派、パラを東方海面に手補給中なるものの軸と判断した。以上の判断により、 南西方面艦隊司令部は悪天候が続くうちに輸送を終了させようと第3次輸送部隊の11月9日出撃を決定した。低速戦5隻の内訳はセレベス丸、タイザン丸、ミカサ丸、西湯高丸、アマテラス丸である。午前3時に出航後間もなくセレベス丸がポンドク半島で座礁し、苦戦艇46号が現場に残った。 しかし予報は、外れ、天候は回復しつつあった。10日、本隊は途中で第4次輸送部隊とすれ違い、警戒部隊の艦を一部交換する形となった。初春と、竹は、第4次輸送部隊に編入され、マニラに引き返し、駆逐艦3隻が第4次輸送部隊から第3次輸送部隊に編入された。その結果、オルモック突入時の戦団は、 以下の通りとなった。11月11日日付変更後、アメリカ軍魚雷艇や空襲を受けたが被害はなかった。同日朝、予定通り、オルモック湾港までたどり着いた。12時0分に、オルモック到着予定だったが、オルモック湾手前で8時30分から11時40分までに、艦上機のべ347機の攻撃を受けた。 これは日本軍戦艦部隊がレイテに向け進撃中との情報により燃料補給を中断して引き返してきた第38任務部隊の艦載機であった。この戦艦部隊は諸大基地機を牽制するために出動中の第1遊撃部隊だったがアメリカ軍機は戦艦部隊を発見できずオルモックに向け航行中の輸送船団を発見し攻撃したのである。 こうして見ると、第一遊撃部隊の牽制出動が帰ってあだとなり、第三次輸送部隊の全滅を招いたことになるが、当時、中央でも、現地部隊でもこうした実情を知るはずもなかった。駆逐艦は円幕を張ったが、輸送船は、前線沈没した。続いて、護衛、警戒部隊も攻撃された。浅島を除く駆逐艦4隻と総海底第30号など、 すべての艦が沈没した。島風沈没により、座上していた第二水雷戦隊司令官早川三夫少将も戦死した。直江の陸軍航空隊、約20機は、飛行第54戦隊長、黒川直介少佐を含め8機を喪失した。11月10日の時点で、多合作戦第3次輸送部隊と第4次輸送部隊は、 順調に輸送作戦を続行しているように見えた。大本営はあくまで、冷手決戦と精鋭戦力の増強を基本方針としており、南方軍に対し台湾配備の第十四団のフィリピン投入を通知、加えて今や決戦の期を目前に、控えゆるの秋決戦兵団か、築地順調に主決戦場に到着しつつあることは、同型に耐えるへ、 サルトともに大本営派ラに現地軍の有力兵団の果敢気に等する投入断行を期待しそれの必ず生を記念しありと要望した。この前後、マニラで南方軍と第14方面軍は霊テ決戦について合同研究を実施する。翌11月11日、寺内総司令官は霊テ決戦続行を決断し、 山下第14方面軍司令官も了承した。南方軍と南西方面艦隊では、今後の0手決戦輸送計画を立案する。不評第5連隊1個大隊は15日発、第26師団軍受品は18日発、不評第5連隊主力は20日発、第68旅団主力は20日発、独立混成58旅団主力は20日発。 第23師団主力は27日発という内容である。直後、第3次輸送部隊全滅の急砲が入り、持ち身を食、したる第26師団派3分の1強軍需品の突入輸送排外、ナルサ鉄に入りて聖火予期の軸ならざる方に接し、南方軍は、0手地上決戦続行は不利と大本営に意見具心して、0手決戦中止の決断を求めた。 11月13日、大本営陸軍部は、レーテ決戦方針の検事を現地陸軍に伝達し、大本営陸軍部、海軍部はさらに増援部隊の派遣を計画していると、述べた。14日、参謀総長は、昭和天皇に、レーテ方面の補給の状況に収めて上層し、18日に、輸送船4から5隻、24日に輸送船3から4隻で、 軍需品を輸送するとの計画を述べた。ところが、投入予定の輸送船は13日と14日のマニラ空襲で全滅した。その頃、日本陸軍第23師団乗船の輸送船は非81、船団に加わり、11月13から14日に北九州を出発、マニラに向け南下中であった。第23師団は12月上旬に、 レーテ島へ進出する予定だった。11月15日以降、アメリカ海軍潜水艦の襲撃により3隻が沈没し、6000名以上が戦死する第惨次となった。第23師団司令部は、師団長と参謀1名のみ救助され残りは全滅、機能を喪失した。残存部隊を乗せた特殊船2隻も台湾に退避した。大本営陸軍部は、 霊手地上決戦が不可能になったことを悟ったが、対外的には断固として霊手決戦を遂行すると表明した。昭和天皇も戦況創上の際に陸海協力、全力をかけて勝ち抜くようと指導した。11月17日、南方軍司令部は空路でマニラからサイゴンへ交代した。11月5日、日本海軍は第四航空戦隊を 第2遊撃部隊に編入する。第4航空戦隊の航空戦艦2隻は、第31戦隊各艦と共に内地を出撃、南西方面に向かった。11月10日夜、巡洋輸送隊がマニラに到着。巡洋は搭載していた陸軍パラシュート部隊や、特攻ボート、シミ洋、第31特別根拠地帯向けの物資を、陸揚げした。第一水雷戦隊は、 レーテオ機械で、機関アブクマを失っていたので、基礎がマニラに残り、第一水雷戦隊機関として、多号作戦に参加することになった。巡洋隊には、すりが海峡野戦から生還したものの損傷の、大きい白露型駆逐艦しぐれが加わる。11月12日、巡洋隊は、マニラを出港、内地に向かった。大本営が、 レーテ決戦方針を示した11月13日、アメリカ軍機動部隊はマニラを襲撃した。マニラに到着したばかりの軽巡洋艦基礎は大破着底する。駆逐艦4隻は沈没するか、大破着底し、給油艦インとが大破、駆逐艦潮が損傷した。輸送船の被害は甚大だった。唯一の輸足船だった。 金華丸を含め、輸送船15隻が沈没、ミンドロ島付近の輸送船2隻が沈没した。島長官は、このままでは健在の駆逐艦も全滅すると、南西方面艦隊に進言し、水雷戦隊のマニラ脱出を意見武進した。13日午後の時点で、大川内中将は木村第一、水雷戦隊司令官に、水雷戦隊のボルネオ島西北部ブルネーへの、 開港を命じた。帰還な地を喪失していた第二遊撃部隊司令部も各駆逐艦に便乗して撤退することになった。同日夜半、木村少将指揮下の駆逐艦5隻はマニラを出発し、ブルネーに向かった。11月14日、再びアメリカ軍機動部隊艦載機がマニラを襲撃し、アケボノ、クセンテ116号、輸送船3隻などが沈没した。 アメリカ軍機動部隊の一連の空襲と情報分析により、先の台湾沖航空船や、レーテ沖海戦で、日本海軍が主張した、大戦火は誤報であることが確実となった。11月15日、豊田連合艦隊長官は栗田中将に対し第一遊撃部隊所属の戦艦三隻、軽巡洋艦矢萩、第17駆逐隊の内地海港と修理を、 シンガポールで修理中の2隻を除く3隻を大川内電七中将の指揮下に編入するよう命じた。大川内長官は3隻を第二遊撃部隊指揮官、島清秀中将指揮下の支援部隊に編入したが、春名は林が白地到着直前に座礁し、高速高校と長期航海に支障をきたすようになった。同日夜、大川内長官は 多豪作戦警戒部隊に部署されていた第1水雷戦隊と第二水雷戦隊を支援部隊に編入。17日には支援部隊の待機地をスマトラ島のリンガ博地に指定した。11月20日、日本海軍は水上艦艇の兵力を再編する。島風沈没時に全滅した第二水雷戦隊を再建するため第1水雷戦隊を 解体して二水船に転用する。旧第10戦隊の構成艦も二水船に編入された。また、第1水雷戦隊の穴埋めとして、第31戦隊を第5艦隊に編入し、対戦作戦と輸送作戦を A に従事させた。ここに、多合作戦は松型駆逐艦、第1号型輸送艦。 第101号型輸送艦、機動艇を主力として再開されることになった。22日時点での支援部隊の兵力は、戦艦3隻、巡洋艦3隻、駆逐艦5隻となった。第31戦隊司令部は、秋月型駆逐艦下月を機関として、シンガポールからマニラに進出しようとしたが、25日に、潜水艦カバラの来撃で、下月は沈没。 司令官、江戸平太郎少将を含め司令部全滅という結果になった。第31戦隊司令部は12月上旬に内地で新編され、12月22日に空路でマニラに進出した。一方、栗田長官の第一遊撃部隊は11月16日夕方にブルネーを出発して内地へ帰島したが、21日未明に台湾沖で、 アメリカ軍潜水艦シーライオン2000の襲撃により、金号と裏風を喪失した。他の艦は23日に内海西部に到着。第17駆逐隊は長門横須賀まで護衛した後、今度は空母シナノを横須賀からクレまで護衛する。29日、シナノはアメリカ軍潜水艦アーチャーフィッシュの雷撃で沈没した。 11月13日と14日のマニラ空襲で、軍需品の輸送を担当するはずだった、輸送船は全滅した。レーテ島の日本軍は、補給を断たれ、重装備も不足し、苦戦を強いられていた。そこで、第68旅団の輸送を行うはずだった第5時から7時作戦は、軍需品の輸送に振り替えられた。同時期、第14方面軍司令官、山下智幸大将は、 第3船舶司令部に、レーテ島輸送作戦の結構を加齢する。これにより陸軍潜水艦、丸湯3隻も投入された。これは、記録に残る、陸軍潜水艦の最初の実戦参加である。またセブ島、レーテ島間では、水雷艇や魚雷艇による輸送と連絡が行われていたが、こちらも制空権の喪失と、優秀なアメリカ軍魚雷艇の活動により、 損害を出しながらの運用だったという。回路での物資補給は期待できず、日本陸軍航空隊は空中空輸という方式で、レーテ島日本軍に補給を続けた。第一定弾11月23日、第一定弾は、兵員船名と軍需品を搭載して、マニラを出港する。24日、マステバ島固岩湾に退避していたが、空襲により、 輸送艦は3隻とも沈没した。苦戦四46号もマニラへの木と翌25日に被爆沈没し船団は全滅した。セブ島の第33特別根拠地帯はビサヤ地区での昼間被迫は絶対不可。今頃こんなことをやるというのはよほどどうかしているとして意見具心したが採用されなかったという輸送艦の生存者は マステバ島に上陸した。第二定団地区駆逐艦長のうなき強少佐の指揮下で、戦団4隻という編成で、11月24日にマニラを出港した。25日未明よりマリンドケジ島、バナラ艦湾へ退避していたが、アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲により、輸送艦6号と10号が沈没する。9号は、損傷により揚陸装置が故障。 竹も損傷した。第二定団は竹駆逐艦長の決断によりマニラに引き返した。戦死総書では大川地長官の命令で帰投したとの記述があるが竹のうまき艦長は輸送船隊司令官より作戦続行命令が出たが独断でマニラに帰投したと証言している。26日にマニラに到着すると 1> 第1輸送船隊司令官ソニショウ少々がうなギを出迎え、南西方面艦隊参謀長アリマ、有馬カオル少々が強行だった。無事に戻ってきてくれてよかったと語ったという。第5次多号作戦は失敗した。その他アメリカ軍機動部隊のルソン島に対する空襲は25日早朝から始まり、サンタクルーズ沖においてマニラへ向かう第1輸送船隊が沈没。 サンタクルズで修理中の十字二洋ク熊野も沈没した。矢蘇島船団はフィリピン地上船に投入予定の一式砲戦車を輸送中であった。マニラを出撃した陸軍潜水艦マルユ3隻は11月26日にカノテス海のバシハン島に到着し、揚陸用の人員と物資を搭載した。11月27日未明、 丸湯2号艇は紹介中のフレッチャー級駆逐艦4隻に捕捉されて撃沈された。丸湯1号艇と3号艇は、レーテ島、オルモック湾に到着し、米、緊急食、通信用バッテリー、大発動艇修理部品を陸揚げした。レーテ島に対する17日ぶりの物資、補給成功であった。11月27日。 戦時標準型貨物船の神幸丸と神越丸を護衛艦,艦艇3隻が護衛しマニラを出撃した途中空襲を受けたが大きな損傷なく日本軍の空艇部隊の陽動作戦の支援を受け28日19時0分にオルモックに突入した弾薬250立方メートル両食1100立方メートルを揚陸したしかし夜間に 敵魚雷艇の攻撃を受け苦戦艇53号、昇海艇105号が沈没した。翌30日朝の空襲で、揚陸の遅れていた、神越丸が炎上し、切岩したまま格座する。残った、神サチ丸と苦戦艇45号は、マニラを目指したが、30日に、セブ島東方で、遭難沈没。戦団は全滅した。 だが軍需品の一部揚陸に成功したことは、日本軍各部に、霊呂作戦遂行への希望を抱かせた。第一定団11月28日、SS 艇を苦戦艇20号が護衛し、兵員200名と、両職弾薬を乗せて、マニラを出港する。29日、マスバテ島で、SS 艇5号が座礁する。 残2隻は30日23時0分に、0手遠いピルに到着し、人員200名、量食510立方メートル、弾薬60立方メートル、衛生材料45立方メートルを揚陸した。12月1日1時40分に揚陸完了し、2日に無事マニラに帰着した。第2定団11月30日、SS 艇でマニラを出港する。マステバとで、 アメリカ軍駆逐艦4隻に発見され、撃沈された。第3、第4艇団12月1日、桑駆逐艦長、山下正友中佐の指揮官、輸送艦を、松型駆逐艦2隻が護衛して、マニラを出撃する。2日23時30分頃、オルモックに突入した。翌3日0時30分頃、護衛部隊が、 アメリカ側大型駆逐艦3隻及び魚雷艇と交戦した。戦闘前、日本軍少数機の夜間爆撃と機銃掃射でアレン・ m サムラーが勝破する。続いて日本側駆逐艦の雷撃により駆逐艦クーパーが強沈する。残るアメリカ側駆逐艦2隻は公表的の攻撃と判断して撤退した。だが、日本側もクワが沈没、竹も損傷した。 この時竹が魚雷により戦果を上げたのが日本海軍水上艦艇最後の魚雷船と言われている。ただし12月26日の霊合作戦でも魚雷は使用されている。輸送艦3隻と竹は12月4日マニラに帰着した。竹は応急修理を受けた後内地へ帰島した。格座した第11号輸送艦。 第6次多号作戦と第7次多号作戦は部分的に成功し、方法遺憾によっては、零艇の輸送が可能であるとみなされた。また、日本陸軍航空隊の空艇作戦も、連合軍の飛行場に損害を与えたと判断した。大本営は、引き続き零艇作戦の続行を起とした。時給に転じても、数ヶ月の時間を得ると判断した。現地では、 第8次多号作戦が実施された。第8次では、第68旅団の主力約4000名を輸送する。12月5日10時30分、第43駆逐隊司令、菅間良吉大佐の指揮下、輸送船赤木山丸、白馬丸、久地丸、輸送艦11号は、艦艇5隻の護衛下で、マニラを出港した。 戦団の速力は6ノットで、7日17時30分のオルモック到着を予定していた。6日には支援のために手合作戦が行われた。だが、揚陸当日にアメリカ軍の大部隊がオルモック南部のアルデエラに上陸する。そのため、第8次手合作戦部隊は、揚陸地をレーテ島北西岸のサンイシドロに変更した。7日10時0分以降、角座。 揚陸を始めた。揚陸中に B-24 多数に空襲され、さらに連合軍戦闘爆撃機32機、P-38 ライトニング50機、海兵隊、F4 ユーコルセア16機の波状攻撃を受ける。人員は上陸したが軍需品の揚陸には、失敗、物資は方にモンタの揚陸に止まった。埋めと、次は損傷。 輸送船4隻と輸送艦第11号は大破した。ため放棄され、残りの護衛艦,艦艇5隻は、マニラに帰島した。第68旅団長、クリス・タケオリク軍少将を含め幹部将校は、その後の地上戦で戦死した。第68旅団は、合計約7000名が、レーテ島に上陸したとされるが、その戦闘状況はよくわからない。12月5日正午過ぎ、 日本陸軍の SST3 隻も、マニラを出撃、第8次輸送部隊の後方に着いた。6日5時30分、SST6 号は故障のためマンドリー池島付近で、速力低下、落語した。7日朝、第43駆逐隊指令より、隊列を解き、各船艇付近に格座すべしの命令が出され、SST9 号は、パロンポンに向かった。 SST7 号は、三石シドロ手前2マイルの陸岸に格座し、独立府標第380代隊の159名、独立混成56師団通信隊37名、迫撃砲2門、機関砲2門、視聴車両4、弾薬食料の揚陸に成功する。午後0時30分、冷手島を離脱し、12月8日夕刻に、マニラへ帰島した。6号艇と9号艇は、 未期間となった。河合邸長は山下陸軍大将より直接感情を授与されたという陸上からの砲撃によりオルモック湾で大破した第159号輸送艦。連合軍がレーテ統制岸に上陸したためオルモック揚陸は困難になったが日本軍はレーテ増援作戦を続行した。第9次作戦の輸送船3隻ソラチマ丸。 タスマニア丸には、第8師団不評第5連隊を機関とする、公開部隊約4000名と、臨時不評第5連隊約1200名、兵器弾約1200立方メートル、両職800立方メートルを搭載する。輸送艦2隻には、オルモック湾への逆上陸を目指す、海軍特別陸戦隊約400名重量、分身砲21機を搭載した。また、 セブ島の第33根拠地帯向けの公表的2隻を乗せた輸送艦第9号も途中まで同行した。護衛の駆逐艦は第30駆逐隊司令、沢村政治大佐指揮下の3隻であった。12月9日14時、第9時輸送部隊はマニラを出港した。12月11日午前11頃、第9号輸送艦はセブ島に向け分離する。 一方、第9次輸送部隊は、連合軍戦闘爆撃機多数の本格的な攻撃を受け、うずが損傷、ダスマニア、マル、ミノマルが格座沈没した。沢村司令は揮下艦艇を分割し、護衛三隻に沈没者救助と、空地マルのパロンポン揚陸護衛を命じた。夜間になり、うずはオルモックに向かったが、 アメリカ軍魚雷艇2隻の雷撃により合沈した。沢村司令指揮下のオルモック揚陸組は22時0分にオルモック西方 2km 地点に突入、輸送艦は揚陸を開始する。人員、戦車の全部と機材の半分を揚陸したが、第159号は陸上からの砲撃と艦砲射撃で破壊された。 第9次輸送部隊の揚陸実施中、アメリカ軍も輸送船団をオルモックに派遣し、揚陸作戦を実施していた。アメリカ軍船団を護衛していた大型駆逐艦は5隻で、野戦となったが、日米双方とも損害なく、オルモック湾を離脱した。野戦終了後、霧は沢村司令の命令により、パロンポンに戻り、霧便場中の陸兵を揚陸した。パロンポンにいた、 空地丸特選艇2隻はそれより先に揚陸を終了し、マニラに向かった。単艦となった湯月は、揚陸を得た1 4 5号輸送艦を護衛して、オルモック湾を脱出、戻ってきた霧と合流して、マニラへ向かった。夕国3隻は、パナイ島東方で F4 ユーコルセアと、P、P-38 の爆撃を受けて、湯月は大破、霧も資金弾で、 片言高校となった。沢村司令は霧に異常し、夕月を自沈処分にした。1213日19時0分、2隻はマニラに帰着した。12月7日に、レーテ島西岸のアルベーラにアメリカ軍が上陸し、レーテ島の日本軍は、揚陸地点と最前線部隊の連絡が遮断される、事態になった。南西方面部隊指揮官の大川内伝七。 南西方面艦隊司令長官は、戦艦と戦闘行動に支障があるものを除く、第二遊撃部隊のブルネー進出待機を命じた。だが該当する艦艇は、足柄と大淀のみで、ブルネーも頻繁に空襲を受ける状態であった。最終的に、第二遊撃部隊のカムラン湾海開港と待機が命じられる。12月12日、第二遊撃部隊は、 リンガ白地を出発し、14日に、カムラン湾に到着する。第二水雷戦隊司令官、木村正富少将は、機関を、駆逐艦朝下から軽巡洋艦大淀に変更した。カムラン湾集結時の兵力は、従巡洋艦足柄、第四航空戦隊、第二水雷戦隊、給油艦、日英丸であった。一方、大本英陸軍部、海軍部は、 タマ35戦団として、ルソン進出中の陸軍風評部隊を、輸送船4隻に、乗船のままガ柄湾に突入させることに決め、これを、結合作戦と故障、第十次多合作戦として実施することになった。大川内中将は、第二水雷戦隊の駆逐艦1隻と輸送艦2隻を、護衛部隊に編入した。戦団は11日に、マニラへ入港。 出撃準備に入る。大本営の移行に対し、第14方面軍は、玉35戦団の陸軍部隊を、ルソン島に配備するよう希望した。協議の結果王力丸は、作戦から外され、長吉死体機関の霊手島、カリガラ湾西部逆上陸、畑中死体の省霊手湾補給基地設定が決まる。 第10次多豪作戦部隊は12月14日のマニラ出撃を予定した。しかし13日に発見された敵上陸部隊が14日には北上をはじめルソン島へ向かう降参が大きくなった。そこで第14方面軍は計画を中止、輸送予定部隊をルソン島守備の配置につかせた。これを受け同日第10次作戦の中止が発令され、 ここで多合作戦は終了した。大河内中将もアメリカ軍が、ルソン島に来襲すると報じ、水上部隊の突入作戦を機として、第二遊撃部隊のカムラン湾から新南諸島への進出を加齢、第二遊撃部隊決戦用意を発令する。フィリピンの戦いは、ミンドロ島地上戦という局面を迎えた。十二月十五日、第十四方面軍司令官。 山下大将は、霊手島の第35軍に対し、自給作戦への転移を命じた。12月31日、多合作戦部隊は、編成を解かれた。ありがとうございます。